キュッテン VIP 会員でお買い物が大好きです。めちゃくちゃ愛用しているアビブさんからなんと素敵なプレゼントをいただきました。本日も正直にレビューしていきたいと思います。うさくま、うさくま。まずはアビブアクネフォームクレンザー毒ダミソーフォーム9.で1680円で販売しています。テクスチャーはねっとりして滑らかな感じでした。毒ダミの香りは強くないので、もし苦手でも使いやすそうだなと思います。実際に泡立ててみます。もったりしたテクスチャーのふわっとした泡でした。お肌の pH に近い弱酸性の低刺激洗顔フォームだそうです。実際に顔に使ってみます。ふわふわした泡がとても気持ちよかったです。さっぱりして気持ちいいです。続いてアビブ毒ダミソースポットパッドカーミングタッチ9.で2184円で販売しています。こちらは毒ダミソーのエキスをたっぷり配合しているパッドです。今普段使いで愛用していて、3ヶ月でこのくらいなくなりました。3ヶ月経っても中にはこんなに美容液が残っています。ピンセットがついていて衛生的に使うことができるそうです。こちらの薄いパッドにたっぷりの美容液が含まれています。試しに絞ってみたらこんなにたくさん出てきました。普段どのように使っているかお話しします。私はいつもこのガサガサした面で小鼻の周りとか洗顔の汚れが残ってるんじゃないかなと思うところを拭いていきます。私はこちらのアイテムをパックとして使うこともあります。美容液の量が多いのでこんな感じで綺麗に貼ることができます。続いてアビブ毒ダミソーカーミングトナースキンブースター、大きいサイズは9.で2093円で販売しています。こちらはベタつかずにサラッとしたテクスチャーで、毒ダミの香りもそんなに強くありません。低刺激で敏感肌にも優しい化粧水だそうです。続いて大好きなパックをレビューしていきます。アビブのパックはシートが本当に薄くて大好きです。そして美容液もたっぷり入っています。なんと 14.6g も入っていました。こちらのパックは毒ダミソーエキスを 89% 配合しているそうです。実際に顔に貼ってみます。すごっ、シートがね本当に薄いんです。全然シワになってないです。続いてアビブガムシートマスク毒ダミソーステッカー9.で5枚で1440円で販売しています。こちらもシートが薄くて大好きなパックです。美容液の量は先ほどより多くて、なんと 15.8g もありました。敏感肌を鎮静して健康なお肌に導いてくれるそうです。実際に顔に貼っていきます。このパックは本当に薄くて毎回新鮮に感動します。さっきもシワなかったんですけど、もう今回は段違いにないですよね。こうムニュムニュしたシートで本当に気持ちいいんですよね。しかもパックの中に大量に美容液が入っているので、顔だけでなくて体も保湿できるのが本当にいいなと思います。パックを外すとお肌がしっとりしていました。続いてアビブ毒ダミソーエッセンスカーミングポンプ9.で2457円で販売しています。透明でとろみは少しありますが、ベタベタ感がなくて使いやすそうなテクスチャーだなと思いました。実際に顔に使ってみます。こちらは角質や皮脂をケアしてくれる美容液だそうです。低刺激のアイテムなので敏感肌でもデイリー使いできるのがいいなと思いました。続いてアビブ水分ゲルウォーターチューブ9.で3276円で販売しています。こちらはとろみがある乳液のようなテクスチャーで、お肌に保湿感を与えてくれるアイテムです。実際に使ってみます。乾燥しやすいお肌の人に良さそうな保湿感のあるクリームでした。
使用後もベタつき感がなくて使いやすくて良かったです。保湿って大事だなって思います。今回のイチオシはじゃん、パックです。アビブといえばやっぱり私はパックかなって思います。もしまだアビブさんのアイテムを使ったことがないよという人がいらっしゃいましたら、まずはパックから入られるのをすごくおすすめします。やっぱり美容液の量がめちゃくちゃ入っているっていうのと、シートの肌触りが、まあ、普通のパックとちょっと違うなと思っていて、その使用感をぜひ試してみてほしいなって思います。めっちゃおすすめです。ちなみに今ドクダミアイテムがたくさん入ったトライアルキットを2490円で販売中です。いろいろお試しされたい方にはおすすめのセットです。アビブさんのアイテムとても使用感が良くてすごくおすすめです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。